すいません、リップクリーム塗り太郎です。いや、冬の乾燥がものすごくてさ、ね、なんかこれグレープフルーツの味すんだよね、このリップクリーム。何これ、これ女の子が塗るやつじゃん。これ女の子がさ、私今リップグレープフルーツの味するやつ塗ってるんだとか言ってさ、どれチューみたいになるやつでしょ、ね、私がそもそもこんなに乾燥してるのも夜な夜なサキュバスに吸い取られてるからです。ひゃーサキューとか言いながらねどうも皆さんこんにちは、ケージチャンネルです。下ネタじゃないよね今はね、大丈夫だよ。今日の動画は週間ゲーム売上ランキングを見てみんなでワイワイしようの動画となっております。ね、おそらく今年最後の週間ゲーム売上ランキングじゃないでしょうか。先日ね、バルダーズゲート3が発売されまして、まあ、パッケージ版もあるゲームなんで、その販売本数とか気になりますけど、それは年明けの話になってきますね。で、今日はじゃあどんなところが見どころかっていうと、動画のタイトルやサムネにもしている通り見どころすごいたくさんありますので、ぜひお付き合いください。水分補給もしっかりする。ではまずですね、いつものようにハード売り上げから見ていきましょう。このようになっております。ドン、はい、読み上げません、ご覧になってみてください。さあ、とうとうですね、スイッチが週間10万台、10万台はちょっと届いてないかなっていうところですけども、ものすごい来ております。ものすごい来ておりますね。年末年始の需要が、いや下手したら年明けてからの方がこのぐらい売れまくるのかな。年々子供が生まれる人数っていうのは減ってってるみたいではあるものの、でも生まれた子供たちがやっぱりね、小学校上がるぐらいのタイミングぐらいからやっぱゲーム機欲しくなるわけですよね。うちの子供もそのぐらいのタイミングでゲーム機欲しくなるのか。ってことはね、任天堂の新しいゲームハードを欲しがる可能性があるなとかって今からちょっとワクワクしてます。任天堂の新しいハードを買う理由になるもんね。まあそんなわけでね、タイミング的にものすごく需要が上がっております。そして PS5 新型になりまして、販売台数はこのようになっております。4万台ちょっとっていうところで、まあちょっと高い水準っていう感じでしょうか。ただ、どうやら PS5 は年末年始だからさらに数が増えるみたいな影響をあんまり受ける代物じゃないかもしれませんね。ただですね、販売台数的には、今回集計されてる週の次の週の方が売上台数上がるかと思います。スパイダーマン2同梱版で、なおかつ、お値段そのままっていうね、実質スパイダーマン2ついてきちゃうじゃんっていうやつが販売されましたので、まあ、その分がぐんと入ってくるのではないかなと思いますが、おそらくその辺の集計分は来年年明けてからっていう形になるかと思います。で、それ以外にちょっとしたニュースがございまして、SIE のプレスリリースで PS5 の累計実売台数5000万台突破を報告されました。めちゃくちゃ売れてる。発売から3年、一つの大きなマイルストーンを突破いたしました。これね、PS4 の時の販売速度をついに抜いたらしいです。抜いたっぽいです。海外の人たちがなんかそんなこと言ってたんで何、海外頼りかよ。海外の人たち頼りかよ。2022年度の終わりの段階で、販売台数が累計3840万台だったんですよね。ソニーのデータを元にすると。ということなので、今年度入ってから、今年の4月から、今回発表された内容って12月9日までの集計っていうことらしいので、今年の4月1日から12月9日までの期間で1160万台販売したことになります。でですね、ソニーは今年度で、ソニーはですね、2023年度 PS5 の販売目標を2500万台としておりますので、まだ半分も届いていないっていう感じですかね。ただし、ゲームハードの販売台数って第3四半期第4四半期、まあ、要は10月から3月までの期間めちゃめちゃ上がるんですよね。2022年度は1年間で1910万台販売してるんですが、下半期だけで1340万台を販売しておりますので、十分に届くか届かないかどうだろう、結構ギリギリの線かもしれませんね。だってこの1160万台っていう台数も12月9日まで入ってですからね。要は第3四半期の半分以上が終わってるタイミングの集計なので、さあ果たしてどこまでいけるかね。なんか数字をちゃんと並べていくと、まあ、本当に行くのかな。いや、これでも行ったら相当すごいですよね。なんかね、過去のプレイステーション1年間で販売できた記録っていうのがありまして、初代プレイステーションが1998年に1年で2260万台を販売したっていうのが一番大きい記録なんだそうです。で、その次が
2003年に PS2 2252万台、その次が2017年度に PS4 年間で2000万台っていうところが一番大きな記録になっているみたいですので、この記録を抜けるかどうか。いやでもね、ブラックフライデーのタイミングですごいたくさんの、まあ、お買い得なキャンペーンをやってたわけなんですよ。まあ、海外の、主に海外の方で、例えばスパイダーマン2同梱版の PS5 を販売して、なおかつそれがお値段据え置きとかっていう。で、それスパイダーマン2だけじゃなくていろんなゲームタイトルでやってたり、あとは小売店によってはちょっと値下げして販売してたりとか、そういうお得なことたくさんやっていたので、PS5 の販売ってブラックフライデーのタイミングがピークになるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。その後12月クリスマス近辺とかもすごく売れるのかな、あと新年とかも、まあどうなんでしょうか。そういった海外のですね、消費の傾向っていうのはちょっと分かりかねてしまうので、なんとも言いかねるところではあるんですけどね。今年ラストスパート、まあ1月から3月までの間に PS5 を販売しようと思ったのであれば、そのタイミングに強いタイトルが欲しいってなるじゃないですか。今年、まあ2月にファイナルファンタジー7リバースが発売されます。その辺は海外でも非常に強いとは思うんですが、そこまで牽引力あるかなっていうところからちょっと疑問なんですよね。まあ7リメイクありきのゲームなので、いやあるか牽引力。7リメイクを PS4 で遊んでた人が、いや、いよいよ PS5 買うタイミングだねっていう風になる可能性は結構あるか。同梱版とか販売しちゃいそうな気がする。それ以外だと、まあ、龍が如く8とかもあって、ただ龍が如く8は日本ではすごい強いけれども、海外ではちょっとそこまでではないっていうところと、あとラストオブアスパート2のリマスターも出るんですけど、まあ、それも牽引力そんなにはないと思うんです。だってリマスターだからね。だからソニー的にはね、そのタイミング、まあ、最後ラストスパート、今年度 PS5 を販売するためのパワーっていうのをね、引っ張るために、そのタイミングでもなんかゲームソフトもっと強いの用意したかっただろうね。したかっただろうね。ゴースト・オブ・ツシマ2とかあったら一気に売れただろうね。ちょっと思うんだけれども、ね、いやだから変な話、その第3四半期の結果次第では1月の結構早いタイミングでなんかね、ステート・オブ・プレイやると思う。そこで2024年の目玉のゲーム、もしくは2024年じゃなかったとしてもこんなゲーム控えてますよっていうでかいなんかこう発表みたいなのをして、まあ、PS5 欲しい気持ちに多分させる方法を取ってくるのはおそらく間違いないと思います。だから逆に指標になるよね。ステートオブプレイ結構早くやってきたら、あ、PS5 の販売目標にちょっと遠いのかなとか、そういうところひょっとしたら見えてくるのかもしれません。いやでも正直ね、3年で5000万台ってめちゃめちゃ売れてる気がするんでね。1年目2年目ってだって在庫が全然なかったのに、それでも PS4 を上回るスピードになってきているっていうところ、ものすごいことだと思います。いや本当それこそね、パワフルなゲームがたくさん出ておりますので、まあ日本でもどんどんね、ゲームが盛り上がってくれたら嬉しいななんて思っております。ゲームの盛り上がりにはでも PS5 だけではちょっと事足りないんですよね。任天堂の新しいハードとかも気になるところですけれどもね。というわけで、ハードの売り上げ見てみました。さあ、そんなわけでですね、ゲームの週間売り上げランキングを見ていきましょう。一体どんなゲームが人気だったのかって気になりますよね、と言いたいところなんですが、今日もやっちゃいます。今年最後の刑事チャンネル的どうでもいいランキング、多分最後だ。多分最後。皆様からいただいたお題にどうでもいい回答をして、世界一無駄な時間をこの年末のクソ忙しいタイミングにぶち込んでいく。お付き合いください。今回いただいたお題はこちら。転売ヤーと勘違いされたサンタのしのぎ方。そうだよね、みんなにスイッチ配ろうと思ったら買い占めになっちゃいますよね。来年からは任天堂から直接仕入れることをお勧めいたします。まあ、そんなわけで、転売ヤーに勘違いされたサンタさん、どうやってしのぐんでしょうか。日本全国の500万人のサンタさんに聞いてまいりました。第3位、ビッグダディだと言い張る。確か、まあ、子沢山だったからごまかせるか。第2位、転売も立派な仕入れだと開口してみる。なんか荒れるからやめれ。第1位、スイッチ配りおじさんとして TikTok を始める。今流行ってるその丸々配りおじさんの走りですよね。おもちゃ配りおじさんなわけですから。はい、というわけでね、今年最後の、どうでもいいランキングでございました。ちなみに先週のコメント欄にですね、どうでもいいランキングのお題はこれ1件のみでした。私が見た限り。アップデー今年最後のどうでもいいランキング、お題なしになるところだった。俺だとしたらもう今年の締めくくり寂しいってなっちゃうところだったんで、危ないところでしたね。ぜひ来年の一番最初の、どうでもいいランキングは
みんなからのね、溢れんばかりのお題も、あ、このお題もいいな、このお題もいいな、あら、こっちもこっちもいいですね、になりたいです。なりたいです。よろしくお願いします。多分ね、バルダーズゲートの話題とかするから、バルダーズゲートにちなんだ話題とかでもいいし、まあ、お正月の話題とかでもいいのかもしれませんね。何を要望してんの、俺はよ。さあ、では改めましてゲームソフトの売上ランキング第10位から読み上げていきたいと思います。第10位、任天堂スイッチ、ポケットモンスタースカーレットバイオレットプラスゼロの秘宝、売上本数 13,516 本。第9位、任天堂スイッチ、ダイヤントスマッシュブラザーズスペシャル、売上本数 14,724 本。第8位、任天堂スイッチ、マリオカート8デラックス、売上本数 16,405 本。第7位、任天堂スイッチ、超踊るメイドインワリオ、売上本数 16,584 本。第6位、任天堂スイッチ、マインクラフト、売上本数 16,983 本。第5位、任天堂スイッチ、スーパーマリオ RPG、 売上本数 17,355 本。第4位、任天堂スイッチ、ピクミン4、売上本数 34,876 本。第3位、任天堂スイッチ、ドラゴンクエストモンスターズ3、売上本数 35,161 本。第2位、任天堂スイッチ、桃太郎電鉄ワールド、地球は希望で回ってる、売上本数 62,617 本。第1位、任天堂スイッチ、スーパーマリオブラザーズワンダー、売上本数 94,682 本となっております。というわけで、今年最後のランキング1位はマリオブラザーズワンダーでした。つえーな、本当に。先週よりもさらにまた売上本数伸ばしておりますので、まあ、年末年始の需要っていうのがこのゲームに結構グッと強く集中している感じが見えて取れますよね。いや、でも評価もめちゃめちゃ高いゲームですし、売上もすっげー順調だもんね。いや、これさ、今ってマリオって 3D のマリオと 2D のマリオどっちの方が人気あるのね。例えば今このぐらいのタイミングでさ、 3D の、まあ、マリオオデッセイ的なゲーム出た時にどっちの方が初速速くなるんだろうね。え、みんなはちょっと、あのマリオ好きな皆さんに聞きたいです。皆さんは 2D のマリオと 3D のマリオ、まあ、どっちも好きなんだと思うんですけど、どっちの方が好きとかありますか？あったらぜひコメント欄でね、書いてください。なんか時代はこう 3D のゲームどん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 行ってる中で、古いゲーム、あの昔からあるレガシーなゲームをどういう風にパワーアップさせるのかっていうところは、まあ、ゲーム作ってる人たちの大きなね、腕の見せ所というか課題というか、そんなところだと思うんですよね。だからスーパーマリオブラザーズワンダーとか、まあ、ちょっと一番最初にトークしたんですけども、まあ、それこそ先日発売されたバルダーズゲート3とかもレガシーなゲームプレイのまま進化させてるっていうようなね、そういうゲームとかが今年なんかそのすごい高い評価を得たり、売り上げドンと売れてたりっていうのは、なんかそのゲームのね、進化の方向性が一気に広がったような1年だったのかもしれませんね。だってほら、2位もさ、桃鉄なんですよ。桃鉄、はい、今令和だぞ。令和も桃鉄は超強いです。でね、桃太郎電鉄ワールド、地球は希望で回ってるなんですが、こちらは出荷本数が100万本を超えたんだそうです。出荷本数と言わず、多分実売の方も100万本超えてそうな気はしますけれどもね、この集計のタイミングでは。桃鉄が強いのは、2人で遊ぼうってなったらソフト2本必要になってくるわけじゃない。だから兄弟で遊ぼうってなった時に2本ゲームソフト必要になってくる。そういうゲーム、あ、え、そういうゲームだよね。たまにさ、ゲーム1本でさ、みんなで遊べるっていうのあったりするじゃん。これはそういうんじゃないよね。じゃ、間違った情報だったら違うんで、ちょっと人数分必要です。まあ、そりゃそうだよね。1人持ってたらゲーム所持してなくても他の人も対戦に参加できるよっていうゲームなんてめっちゃ少ないからね。レインボーシックスエクストラクションとかだっけ。全然ジャンル違うゲームなんだけどね。あれ確かなんかそうだったような気がしますね。限られた時間だけだっけ。まあ別にその話もういいか。まあ桃鉄は今年もめっちゃ売れます。みんなで遊びたくなるし、みんなで遊ぶためにはその分だけソフトが必要になってきますし、というところでやっぱり強いですよね、そういう感じのゲームはね、といったところです。そして第3位にドラゴンクエストモンスターズ3。ちょっと待って、この上位のさ3つがさ、やっぱりこう日本でゲームの歴史長いやつらが上位トップ3なわけなんですよね。で、ドラゴンクエストモンスターズ3に関してはパッケージ版があちこちで品切れしているという話をよく聞きますので、それこそね、今 Amazon で購入してもなんか配達が年明けとかになってたり、あのマスターズ版のパッケージに関してはそもそもね、あの販売してなかったりしますからね。転売されて高くなってたりとかしないよね、大丈夫？いや、もうそうなったらもう本当にダウンロード版で買おうよね。
私も今ねまさに楽しんでる最中なんで、先日やっとねキラーマシン2ができてまだそんなところなのって話だけど、やっとキラーマシン2ができて、次ちょっとゴールデンスライム作りたいなと思ってる。いやもうなんならゴールデンスライム4体連れてなんかスカウト祭りしたいなと思ってるぐらいなんですけれども、まあそういう遊び方もねすごい楽しかったりしますよね。なんていうさなかの、ドラゴンクエストモンスターズ3が3位、そして4位もピクミン4だし、で5位もスーパーマリオ RPG ちょっと待って、6位マインクラフトで、7位超踊る、あ待って、今回のランキングも全部日本で昔から人気があるゲームたち、1位から10位までね、3位までがとかじゃなかった、全部そうだった。どのゲームも余裕で10年以上の歴史があるゲームですよね。この中で一番さ歴史が短いのって下手したらそれでもマインクラフトかな、まあ、っていうぐらいですね、まあ、ゲームってなんかこうあれだよね、まあ、都度新しいもの、全く新しいものポン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 出てくるっていうよりは、やっぱりこう今まで作ってったものがそのままどん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 進化していってる、まあ、そういうあり方だからこそ大人も楽しめるし、あと子供も楽しめる、そういう代物になっていってるんだろうななんていうのね、なんかちょっとすごく感じる次第でした。まあ、懐かしい気持ちで遊んだり、子供たちにとっては初めて触れる新しいワクワクというような感じなのでしょうか。まあ、今年最後のランキングとしてなんかふさわしいランキングのあり方だったんじゃないかななんてちょっと感じております。出発。さあというわけでゲーム週間売上ランキング、今年最後の売上ランキングの動画となっておりました。さっきも申し上げた通り、バルダーズゲート3の売上がおそらく年明けになってランキングとして出てくるというような感じになってくるかと思いますが、でもそんなに売れてるかねバルダーズゲート3 いやでもね、あの X とか見るとすげー話題になってるんだよね。まあ、パソコン版で購入する人も多いと思うんだよね。Steam 版も今もう日本語版やってきましたからね。すべてがパッケージ版で反映されるわけではないと思うんですけれども、でも、本当にね、毎秒バルダーズゲート3のコストがどんどん投稿されてるんですよね。これはね、日本でもこれ来てますね。ただ、私が先日投稿したゲーム紹介動画作ったんですけれども、その反応を見ると、ちょっと自分には合わなさそうだって言ってる方は結構多かったりするので、まあ結構バツッと分かれちゃう感じかもしれませんけれども、でもやっぱりこういうゲームを好んで遊んだり興味湧いちゃう人っていうのは今ひょっとしたらものすごい多いのかもしれませんね。それどころかやっぱり話題になってるゲーム積極的にちょっと自分で触れてみて、そのゲームの進化や価値っていうのをね感じてみたいっていう人も結構多くなってきているんじゃないかななんて思っております。やっぱりね、大人になってもゲームって楽しい娯楽でありますよね。今年もそうだったように来年もそうであると嬉しいななんて思ってる次第です。というわけで今日の動画はここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。ところでさ、全然関係ない話なんだけど、クリスマスのどうでもいいクリスマスの動画を用意する予定なんだけど、25日に出すか24日に投稿するかすごい迷ってるね。24日って日曜日だから、いつもの流れでいくと週刊ゲーム話題まとめなんですよね。まあでもクリスマスの動画って24日に出さなかったらいつ出すんだっていう話だよね。でも厳密には25日がクリスマスじゃないじゃない、だから25日でもいいのかなと思ってるけど、でもさすがになんか話題遅いよなとかって思うと、なんかどうしていいのか分かりませんってなってます。